カナンバー32番斉藤うらら選手、12番グリッドカナンバー22番松本和真選手、13番グリッドカナンバー15番大草陸選手、14番グリッドカナンバー19番田崎隼人選手、15番グリッドカナンバー17番大隅飛龍選手、16番グリッドカナンバー12番末吉光大選手、17番グリッド上原拓人選手、18番グリッド大高春樹選手、19番グリッド奥住自衛選手、20番グリッド湯浅翔太選手、21番グリッド永井青人選手、22番グリッド上田亮太選手、23番グリッド高橋直人選手、24番グリッド矢田貝優近選手、26番グリッド田上総龍選手、25番グリッドのドライバーはリタイアとなっております。さあ前車隊列を整えてメインストレート帰ってきました。シグナルはブラックアウト、決勝ヒートがスタートになりました。素晴らしいスタート。さあイン側インベタ中川選手インを守る、2番手にはカーナンバー5番野辺選手が上がってきた。インガースタートの有利を生かして野辺選手が2番手につけている。さあ現在トップグループは2コーナーから3コーナー、ビレルが3台並んでいる、ビレルが3台並んでいる。3番手にはカーナンバー36番滝田選手がつけている模様ですね。さあ滝田選手6コーナーでいくか、ここインを伺うが3番手、3番手を守る。さあトップの中川選手はここで少しマージンを稼いだ。2番手にはカーナンバー5番、3番手スタートの野辺選手がつけている。3番手にはカーナンバー36番滝田選手というオーダーでオープニングラップ終えました。さあ1コーナーでカーナンバー36番滝田選手がカーナンバー5番野辺選手のインに飛び込んでここ順位を1つ上げました。今ね手を1つ上げてありがとうというアクションを起こしました。さあ2周目のバックストレート、トップグループバックストレートを走行中です。さあ決勝ヒートは15ラップ15ラップでこのジュニアカデットクラスは行われます。さあ間もなく2周目を終えるといったところで、さあトップは変わらずカーナンバー23番中川選手、2番手にカーナンバー36番の滝田選手、その後ろすぐピタリとつけるのがカーナンバー5番同じチームインチーム KBF 野辺照樹選手がすぐ後ろにつける。さあこの2番手3番手少し離れてその後ろ4番手にはカーナンバー10番トニーカートレイバールティ武井春人選手がつけています。さあこういうね接近した展開になってくると現在4番手走る武井選手、武井選手はこういうねバトルは得意とするんですが、どうやら今バックストレートで少し首をかしげるような素振り、ちょっとね、思うように走れていないのか、しかしながらキャブレター手を当てましたね。少しねこのエンジンが吹けないのか警戒点あたりが厳しいのかな。このモナコヘアピンも立ち上がり少し離される感じがありますね。さあ再びトップに目を戻してみましょう。トップはカーナンバー23番中川選手が淡々と安定した走りでトップを走行中、その後ろ2番手争い一度ね3番手の5番カーナンバー5番野辺選手インを伺ったが、ここはインを伺っただけ。さあその後ろ武井選手が行った、武井選手が3コーナーで仕掛けた。このね武井選手はねぬるっと入ってくるのがうまいんですよね。さあ武井選手は前に行こうよと合図をしました。バトルをしないで前に行こうぜという合図をしました。まあそうですよね、このレース序盤でここでバトルをガンガンやってしまうとトップを逃してしまうということにもなりかねませんが、まあこれはね当然各ドライバーの考え方ですから、どういう展開に持っていくか非常に見ものだと思います。さあじわりじわりと武井選手は7番手スタートから3番手まで着実に追い上げてきました。さあこのね3番手付近がさあ5番カーナンバー5番カーナンバー5番の野辺選手がいった。さあ野辺選手が前に出る、さらにその後ろあっと武井選手と2台ちょっと軽く接触したが、ここは持ちこたえましたね、ここは持ちこたえました。さあカーナンバー31番の浜田選手も上がってきてるんですが、今ね少しね浜田選手と武井選手少し接触しましたが、さあ6コーナーで浜田選手が行った。さあ非常にこの中段グループは接戦ですよ。3番手付近からその後ろが非常に接戦。さあ4番手にはカーナンバー31番浜田選手、5番手に武井選手と4番手5番手争いも面白いが、この前3番手このね4番手付近の争いを抜けんでたカーナンバー5番の野辺選手が3番手を走行しています。その前にはカーナンバー36番の滝田選手が走っているというところで、非常にこのビレルが多いんでちょっとここからだとなかなかちょっと見にくいところはあるんですが、はい、
さあその後ろ4番手はカーナンバー31番の浜田選手、その後ろ武井選手といったところで、武井選手もすぐ後ろピタリとつけていますね。武井選手の方がちょっとねクイックな動きしてますね。モナコでもグッとノーズがインに向く、そういった非常にクイックな動き武井選手してますね。さあ武井選手はねもうどこで行こうかなというふうに今作戦を練りながら走っているでしょう。さあステアリングをねソーイングしながらうまくクリッピングポイントをこなして4コーナーに差し掛かっていきます。さあ武井選手の前で踏ん張るカーナンバー31番浜田選手、その後ろ武井選手、さあどこで仕掛けるか。さあ先ほどね2コーナーでも一瞬こうインを伺う素振りを見せましたが、さあどこかな、おそらく抜きどころ6コーナーだとちょっとストレートエンド伸びきらないのかな、エンジンがトップエンドちょっと吹けきらないのか。さあ抜きどころはどこに持ってくるのか、ちょっとこのね4番手争いしばらくちょっと見ていたいと思います。その前はねちょっと上位3台は少し今ばらけた感じで展開してますんで、この4番手浜田選手対武井選手、この争いちょっとしばらく注目したいと思います。その後ろには6番手にはカーナンバー32番斉藤うらら選手も迫ってきてますよ。さあさらにその後ろ塚田海斗、これ役者が揃ってますよ。ここは面白くなりそうですね。非常に面白くなりそうなこの4台、4番手を争うこの4台面白くなりそうですよ。さあこのね追い上げ番長ともいえる塚田海斗選手がこの4番手争いの一番後ろ4、5、6、7番手にいる。さあ5番手付近で争いがある。5番手付近武井選手に対してそのイン側斉藤うらら選手が仕掛け、ああ武井選手がスピン、武井選手がスピンアウト。さあここで先線離脱をしてしまった。さあ順位復習しましょうか。トップはカーナンバー23番中川選手、2番手にカーナンバー36番滝田選手、3番手にカーナンバー5番野辺選手といったところで、4番手には浜田選手かな、4番手に浜田選手、その後ろに斉藤うらら選手が5番手、少し離れて塚田海斗選手がいるといった状況です。さあトップの中川選手は単独走行、タイムがこのラップ42秒718、2番手のカーナンバー36番の滝田選手に対してラップタイムコンマ2秒この前の週稼いでますね。さあ非常に安定した走りでレースが展開しています。さあトップ3台はやはり間隔が空いた状態でレース進行していますね。現在10周目、残りは6周を切ったところ、そういったところです。さあその後ろ、おっと軽い接触、6コーナーがあったが斉藤うらら選手が前に出た。さあさらに塚田海斗選手もその隙を縫っていった。さあ非常に熱くなってきたこのジュニアカデットクラス。さあやはりそこでね塚田海斗選手、ここそろそろチャンスと言わんばかりに1コーナーで行く。塚田選手はさすがチャンスを見逃さない。さあここで塚田海斗選手は、カーナバ1番、今4番手に上がったのかな。さあ斉藤うらら選手、しかし今日はですねかなりこう果敢なアタック見せてますね。しかしながら順位は少しずつちょっとここは落としてしまったが、非常にね果敢なアタックを見せている斉藤うらら選手。さあこうなってくるとでも塚田選手かな、塚田選手前に出ましたから、1台ちょっとクラッシュしてしまいましたね、絡んでしまいました。あここはね気持ちが出てますよね、気持ちが出てますけど、まあこの辺もねレーシングトラブルといったところか。さあまあね第5戦ですからポイントは落とせない、ポイントは落とせないところでもあるかもしれませんが、まあね、ま、負けられない勝負はここにもあったのかもしれません。さあその前2番手争い、2番手争いの距離が詰まってきた。カーナンバー5番、カーナンバー5番野辺選手に対してカーナンバー36番、カーナンバー36番の滝田選手が迫ってきた。さあ行った、モナコヘアピンで滝田選手が仕掛ける。さあここはモナコヘアピン、新東京サーキット勝負どころ、ここはクロスは使えない。さあ順位が入れ替わった2番手の2台、カーナンバー36番ちょっとインに振った。滝田選手はちょっとインに振って1コーナーインに飛び込みを防いだ。その後ろカーナンバー5番、カーナンバー5番野辺選手はすぐ後ろにつける。さあ仕掛けどころを探している、仕掛けどころを探している。さあ2番手争い、カーナンバー5番の野辺選手、ここは静かに後ろについていくか。
その後ろ3番手争いも塚田選手対濱田選手、塚田選手対濱田選手の争いも面白くなってきそうだ。さあこの2番手3番手争い、濱田選手が仕掛けた塚田選手のインをモナコヘアピンでズバッと刺して、ここは濱田選手が再び前に出る。さあこの2番手争い、その後ろ4番手争い、両方とも目が離せない。さあ現在14周目、残りは2周といったところ。さあそろそろですね、勝負の決め手が必要なタイミング。さあ6コーナーでは2番手争いをしている、6コーナーでは2番手争い、サイドバイサイド、さあギリギリのバトル。さあここは6コーナーからずっとサイドバイサイドだが、カーナンバー36番滝田選手がこの周が取った。ファイナルラップに入っていく。さあその後ろ3番手争いも目が離せないが、ここは2番手争いに注目しよう。2番手争い、カーナンバー5番の野辺選手がいった。さあこの3コーナーは野辺選手、今度はイン側守れるか。イン側守った。さあトップの中川選手はもうね、ぶっちぎりですね、ぶっちぎりでゴールとなりそうです。もうトップの中川選手は6コーナー、さあその後ろ2番手争い、6コーナーの勝負はどうだ。カーナンバー5番野辺選手がアウト側、イン側に滝田選手が入る。さあしかしクロスで野辺選手が行く。優勝はカーナンバー23番中川選手だ、おめでとう。そしてこの2番手争いを制したのがカーナンバー5番野辺選手が取った。そして3番手にはカーナンバー36番滝田選手、4番手にはカーナンバー4番野中選手が入っている、5番手にカーナンバー31番濱田選手、6番手にカーナンバー1番塚田選手といった争いになりました。さあこれ注目どころが非常に多かったですが、ただ2番手4番手争いでした。優勝のカーナンバー23番中川選手はもう今日は終始ぶっちぎり状態、予選ヒートも決勝ヒートもぶっちぎり状態で、今日は速さが光りました。さあ嬉しそうです。さあ間もなく戻ってまいります。皆さん大きな拍手で迎えてあげてください。さあ強かった、速かった、今日は優勝カーナンバー23番中川智樹選手です、おめでとう。